トモヤ。ごめんなさい、私先に行くね。確認している状態で、復旧の見通しが立っていないということです。こんばんは。ダメです。橋は落ちています。そうか。船でないと出られなくなったわけだ。フェリーの船長は何と言っている？もう定員いっぱいで、これ以上は無理だと言っています。ライフボードは全部出しておくから、それを使ってくれとのことです。ここにはあと何人残っている？乗客が20名、私たちを入れたら24名です。わかった。ライフボートを使わせてもらおう。所長！フェリーの船長が波が荒いので船を港から離したいそうです。出航するそうです。仕方あるまい。すぐにライフボートを確保してくれ。はい。フェリーに乗れなかった乗客に丁寧に説明してくれ。みんなが混乱しなければ脱出できる。わかりました。あなたは？職員の方はこんな時も大変ですね。乗客の安全が最優先ですから。といっても皆さんが脱出したら私たちも出ますよ。自分たち自身の身の安全を守るのも私たちの責任ですから。今のところ津波の心配はないと聞いていますが、自然災害のことだから何があるか分かりません。
大きな橋が落ちたということだから、ここも。あそこにライフボートが出ているはずです。早く。今晩は電気の復旧が見込めませんので、被災地域の方は夜間の明かりの用意をお願いします。浸水が発生している中、詐欺事件が発生しています。地下鉄あけぼの宇都宮駅に、なでしこ運河沿いの企業に社長の身内を名乗る人物が現れ、社長が家族に宛てた手紙と現金30万円を購入しました。幸い手紙の方は。急に走り出して。ここで彼と待ち合わせをしていたんだけど。雨だ。結婚しようって言ってくれて、まずは新婚旅行だって。このフェリー乗り場で待ち合わせして、ここから大きな港に行き、そこから海外へ行くことになってたんだ。約束の時間を過ぎてもここに来れていないということは、友也の身に。約束、またいくつも